ストーリーが楽しコントローラーの トライアルイベントにストーリーが楽しめます。新しくストーリーを始めます。それではキャサリンの世界をまったりとお楽しみください。夜空が満天の輝きに満ちる頃、素敵な物語をあなた。皆さんこんばんは。ゴールデンプレシアターへようこそ。案内役は私、ミッドナイトヴィーナスこと石田ルーです。ところで皆さんはこんな怖い噂をご存知？夜落ちる夢を見た時、すぐに眠りから目覚めなきぞばまま、実際に死んでしまう。今宵ご紹介するキャサリンは、異色の恋愛ホラーの呪いに取りつかれた男の恐怖の一週間を体験していただきます。物語の主人公はヴィンセント・ブルックス、32歳。彼とても真面目で優しい男なんだけど、ある日恐ろしい悪夢を見始めてしまうんです。そしてさらに彼へ襲いかかる甘い誘惑の嵐。いや、もう彼ったらおいたが過ぎるんだから。果たして彼、人生の山場を越えられるかしら。全ての結末はテレビの前のあなた次第。さあ、お待たせしました。いよいよ始まります。それでは皆さん、また後でお会いしましょうね。してるし。ああ、ごめん。仕事は朝からだったか。
マジかよ。足場が下から崩れ落ちている。方向キーで急いで上に登っていこう。よし、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 石を動かして足場にするんだ。一段ずつなら登れるだろう。動かすったってどうすりゃいいんだよ。丸ボタンで石をつかむことができる。石をつかんだまま方向キーで押したり引いたりしてみよう。できるだけ手に入れておこう。よし、よし、ゲット。しまうと、まずはYes.